生さん、今からお風呂ですか？はい、私はもう入ってきちゃいました。気持ちよかったですよ。あ、浴衣おかしくないですか？あんまり着たことなくて、いつも人にやってもらうばかりだから帯の結び方がよくわからないんです。あの、転校生さんは着ないんですか？お風呂出たら着ます？持ってきてないんですか？借りれますよ。借りてきましょうか？浴衣だと温泉気分が盛り上がるし、絶対着た方がいいですよ。あ、だって男の人の浴衣かっこいいじゃないですか。着ますか？じゃあ私急いで借りてきますね。転校生さん、いいですね。気分が出ますね。やっぱり温泉といったら浴衣です。自然と温泉宿と浴衣、素敵ですね。このまま帰っちゃうのもったいないな。あの、まだご飯まで時間があるし、ちょっとだけお散歩をしませんか？せっかく浴衣だし、この格好を満喫したいかなって。それにずっと いえいえ、こっちの話です。大丈夫です、大丈夫。全然湯冷めなんてことありませんから。お風呂上がりのお散歩。転校生さん、こっちこっち。もうちょっと上に上がってみませんか？ごめんなさい、私一人ではしゃいじゃって。姉ちゃんや夏美ちゃんにもよく言われます。落ち着けって。こういうのつい嬉しくなっちゃうんです。合宿とかお泊まりとか楽しいですよね。魔法学園って言っても普通の学校みたいだし、でもなんていうか、普通ってすごいことで、勉強とか部活とか友達と笑い合ったりとか、好きな人ができたりとか、そういうのって当たり前じゃなくて、いろんな偶然が重なってできてて、私たち魔法使いだから。転校生さんは魔法使いに覚醒した時どんな気持ちでしたか？私はすごく不安でした。魔法使いに覚醒した時、もう普通の学生生活を送れないのかなって、そう思ったから余計に嬉しいんです。今すごく充実してるから。魔物は怖いし、訓練は大変だし、楽しいことばかりじゃないですけど、だから一日一日を大切にしなくちゃって思うんです。卒業したら自分たちがどうなるのか想像がつかないですけど、きっと辛いことも多いから、それに負けないくらいの思い出を作りたいです。姉ちゃんや夏美ちゃん、転校生さん、みんなと、なんか、らしくなかったですかね。大丈夫ですって。もう一回温泉入りに行きますか？私は何度でも入れますよ。何度でも、こうして一緒にいられるのが嬉しいんです。